ということで、うん、見て作品をね、はい、オリジナルのセイヤー、はい、ということで、うん、あのこのまさきセイヤー、まさきさんセイヤーと、はい、高崎さんセイヤーと、はいはいはい、意識したことってありますか？まあ、もちろんね、そのまさきがずっと、まあ、積み上げてきたセイヤーっていう像があるんで、ただでもあっちはなんだかの今回の話だとコピーなので、うん、まあ、どちらかというと僕がちゃんと本物らしく、うん、さらになんかそのしっかりした強さみたいな軸みたいなのはまさきにプラスして持っとかないといけないのかなと思って役作りがしました。僕はあれだよ、台本のさ最初にさ括弧本物みたいなの書いてなかった？本物って書いてどういうことなんだろう最初分からなかったですよね。そうそうそう、何だろうみたいな。こっちが本物、こっちが本物、まあ、これは見て作品をね、はい、見てくださってから、まあ、より伝わると思うんで、はい、お楽しみに、はい、お楽しみに、初日ですよ。いや本当ね、いやちゃんと迎えられるっていうこと本当に、いやもう本当にありがたい。この動画は本番終わった後に流れるので、ぜひ、はい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 、見に来てくださった方とかにメッセージいただいてもいいですか？じゃあ僕から、そうですね、まあ、これから初日を迎えます。まだまだ、まだ油断できない時期でございますが、僕たちも、誠心誠意、ね、いろんな対策を考えながらやっております。ぜひとも、配信などもございますので、ぜひとも楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、まあ、このようなご時世ではありますが、本当にエンターテインメントっていうのは、うん、人によって、人に対しても不可欠なものだと思っております。僕たちが生きる、この舞台上の、もう、空気を全て吸って生きているっていうのを、まあ、もちろん配信でも、そして劇場でもご覧になっていただけたら本当に嬉しく思います。誠心誠意いきたいなと思います。よろしくお願いします。本当に、はい、奇跡です。本当にありがたいですね。まあ、残り6公演なので、残りの6公演なので、全力で私たちも行きに行きましょう。はい、皆さんぜひ見に来てください。本日のゲストは佐々木さんと友常さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。